クワードでぜひご来館くださいまして本当にありがとうございます。さて、山口本川はですね、タイやマンボジアなどで東南アジアを流れている川で、そこにこのメコンナマズは生息しております。現在展示している個体は170センチほどなのですが、現地では3メートルにもなる個体もいるようです。ちょうど左奥の方に輪郭をかたどった模型があるのですが、現地ではあのくらい大きなメコンナマズがいるそうです。またこのような大きさになりますと体重は300キロを超えると言われております。メコンナマズですが、ナマズと聞いて毛を思い浮かべる方もいるのではないかと思います。実はメコンナマズにも毛があります。口の両サイドに1本ずつと顎の下に2本の5ミリほどのとても短い毛がありますので、ぜひ観察してみてください。どの個体も見やすいわけであって、色の白い個体が見やすいかなと私は思っております。そんなメコンオオナマズですが、野生での生態や産卵行動など分かっていないことが多くあります。卵や稚魚なども見つかったことがありません。野生下ではメコンナマズ何を食べているのかといいますと、塩草類という藻類を食べていると言われております。ですので水族館でも料理場などで使われている配合飼料にクロレラというものを混ぜて出たものを与えております。メコンナマズの口は大きく見えるのですが、あまり開くことができないので30グラムの団子を薄く平べったくして与えております。今ちょうどここに転がっているのがメコンナマズの餌です。水族館では毎日この子がどのくらい食べたのか予報しているのですが、ありがとうございました。